皆さんこんにちは。今回は ao 推薦入試志望理由書対策の志望理由書とはについて学んでいきたいと思います。志望理由書は志望動機書、志願理由書、キャリアプランニングなどと呼ばれることもあります。一般的な定義では、自分がその大学に入りたい理由や意思を説明する文書。 そのように定義されていますしかしこの授業の定義は違いますこの授業では死亡流症人生の設計図そう定義したいと思いますと言いますのもいわゆる栄養入試トップ合格する人は死亡流症人生のラッシュバントドライ大学入学後も何度も書き直しているんですねこれはあくまでも 叩き台完成形ではないということなんです。また、志望理由書の作成を通じて気づくこと、これがとても大切になってきます。受験のために何かをする ao。栄養入試のために志望理由書を書くそういった受動的な姿勢から能動的な学習。これが志望理由書を作る過程でとても大切な考え方になってきます。さて！ 志望理由書が重要と言われる理由には二点あります。一点目は志望理由書が書類審査の中核を似合うからです。と言いますのも志望理由書はほぼすべての大学で求められる書類なんですね。避けては通ることができません。二つ目の理由、それは面接では志望理由書に沿って質問がされるからです。 そこであえて死亡留置にフックを仕掛けておく穴を作って相手に質問してもらいやすくするということですねこういった仕掛けをしておくことも大切ですまたコピーを取り出願後も内容をしっかり確認しておくことが大切ですこのように死亡置書は非常に重要な書類なんです書類審査は死亡置書が9割 そう言っても過言ではありませんそこでまずは書き方をマスターする必要があります志望留書には基本的な型があるんですこの型については後ほどこの講座でお話をしていきたいと思いますまずこの型を覚えることが第一ステップその後に 1>, 1回で完璧な書類を作ろうとするのではなく何度も繰り返し書き直すことこれがとても大切です合格した人の中には100回以上遂行した人もいますこのように万全な準備をして臨もうとすると時間がかかります少なくとも半年前ぐらいから書き出す必要があります今回は以上になります ではコッスンでした